い、皆さんどうもこんばんは。ゆきびやファクトリー代表ゆきびやです。今回ですね、予告編動画になります。何の予告編かというと、次の休みにまた動画を撮るんですけど、その動画が、ツーリング、チーム合同ツーリング、なんと3チーム合同でツーリングするわけですよ。はい、パチパチ、はい、拍手、誰も拍手しないね。はい、安定の滑ってます。まあいいや、というわけで今回ですね、その3チームの、リーダーではないんですけど、一応代表として3人代表で集まって、それぞれのチームの代表でミーティングしようじゃないという、まずもう先立ってのミーティングみたいな感じにしようと思ってます。というわけで、さらっとドライブぐらいで3人でやろうかなっていう感じです。で、あとはメンバーですね。まず一番奥のシルビア、これですね。はい、この S15 はもうおなじみ友倉さんです。8000ファミリー代表の友倉さんですね。はい、なんか挨拶あればどうぞ。はい、挨拶ですね。はい、で代表は飛ばしましてって言いたいとこなんですけど、代表の、車、いつもシルビアじゃないことに皆さんはもうお気づきだと思います。はい、さっきめっちゃ必死こいて作りましたフォード GT ですね。はい、こやつはめちゃめちゃデカールこだわってます。5代目の雪ビアゴンになりますね。5号機です。5号機、もうなんかエヴァンゲリオン通り越してんじゃないかぐらいの勢いで、なんかすごい車になってますね。はい、軽く一周したんでよしとして、はい、次行きましょう。次はなんと、これはそのまま4206って読めばいいのかな。クレイジーキャット、ね、はい、了解です。クレイジーキャット4206っていうチームの、今回代表として来てるんで、別にリーダーっていうふうに決めてるわけではないんですよね、確かに。そうですね、一応リーダーみたいな感じです。一応そうなんですか、ケイさんがリーダーって感じですか。そうですね。そうなんですね、わかりました。じゃあ一応クレイジーキャット4206っていうチームの一応リーダーで、今回は一応そのチームの代表として、来てくれてます。 K さんです。はい、挨拶あればどうぞ。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。というわけで、じゃあこの3人でですね、今回はツーリングではないですけど、ちょっと軽くドライブ流して、軽く3人で雑談しながらドライブでもゆっくりしようかなっていう感じです。はい、ね、今度撮る動画の方は結構メンツ集まったりもするんで、割といい感じの動画になるのかなとは思ってます。で、今回この代表3台で来てるこの3台はミーティングに参加する車なんで、はい、ゆきびやファクトリー代表の僕もあのフォード GT で参加しますんで、よければね、そっちのツーリングの方も見ていただければと思います。じゃあ、というわけで開始していきますか、早速。はい、じゃあ今回友倉さん、行く場所どこでしたっけ。街中のあそこですよね。どこだ、僕初めて行くんですけど、ここですよね。この辺か、この辺だな。一応僕もナビつけました。はい、じゃあ安定の僕が前走ると映らないんで、お二人前走ってもらって、はい、行く感じで。友倉さんについていく。はい、じゃあ僕のんびりついていくんで。で、今気づいたんだけど、なんか車の走行音が全く入ってない。なんで？パーティーの音声は入ってるけど、車の音が全く入ってない。なぜだ？でも若干鳴ってる。鳴ってる。鳴ってるけど、多分 BGM とボイスに負けてる。多分曲もあんまないから、本当にただの雑談動画になっちゃうかもしれない、ワンちゃん。まあ。その辺の調整は、はい、代表が後でしておきます。というわけでですね。今回行く場所、なんか僕も初めて行くんですけど、なんかおすすめスポットらしいので、
はい、まあ、3人でね向かって写真撮ってみたいと思います。飛ばさずのんびりのんびり行きましょう。のんびり本当に右折です。あー、ごめんなさい、荒れてますね。のんびり行きましょう、のんびり。はい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 、ちゃんと待ってみましょう。で、今回代表が乗ってるこのフォード GT はですね、なんとバトルマシンなので、代表マシンの中のユキビアファクトリー号の中の唯一のバトルマシンなので、ドリフトしないんですよ全然。だからもうガッチンゴッチンペナリマクリエさんも、まあ、というわけで運転が荒くても、コメント欄とかに文句書くようなことはしないでください。でもなんだかんだ言ってもニードフォーシリーズも久しぶりかな、多分投稿する。はい、はいはい、あー、うん、かなり久しぶり。本当に動画自体もあんまり最近上げれてなかったんで、だいぶ久しぶりになると思うんで、もうなんかニードフォーアカウントみたいになっちゃってますけど、ごめんなさーい、止まんなかった。いい。はい、左折でーす。はい、行きましょう。今回ね、代表が作ったこのフォード GT は、P1 とかの、マクラーレンみたいに、ウィングが上がるやつなんですよね。ある一定の速度を超えたら。純正スポイラーのままにしてるんで。で、ウィングにもデカール貼ってるんで、デカールごと上がるんで、まあ、なんか、なんとなくかっこいいなって感覚でやったっていう。今回代表車3台だけはもう先に公開しちゃってますが、まあそれぞれのねチームのメンバーの車はまだ全然紹介できてない状態なので、まあ皆さんミーティング自体をお楽しみにということにしておきましょう。はい、グッド、なんか目の前でグッドが出た。グッドサインが出た。 BRZ がなんか抜きたそうに蛇行運転している。いや、そんなもんないですよ。おお、一気にトモクラが踏んだ、トモクラが踏んだ、おお、トモクラが踏んだ。なんか飛ばし始めた。いつもは代表がシルビアなのに、今回トモクラがシルビアっていう。トモ…結構、あれやな、パーティーの音声が途切れるな。あ、結構聞こえにくかったりする感じかな。僕聞こえてますよ。多いかな、なら。もうフォード GT にギリギリで煽られっぱなしです。めっちゃもうさっきからワン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 言ってますわ、エンジン音が。速度一定に保てないやつなんで。もうリアルの運転でも、もうベタ踏みかアクセル抜くことしかできないやつって。それは言い過ぎか、それは言い過ぎだな。でも一定には保てない。気づいたらめっちゃ車間詰まってる。対向車線から抜いていく。おお計算に大きくぶつけられた。なんでバカさんそれなるの。え、計算に大きくぶつけられたんです。あ、マジか、マジ。こっちの画面でもガッツリ当たってましたね。マジか、すいません。
アイテンさんどこ行った？いや、いる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 。近く走ってるよ。左側、はい、左側行きますよ。見えた見えた。こっからちょっとややこしいですね。なんだここは。ここっすね。僕が最初に見つけたここだよ。ほう。ケイさんどういう感じで飲みます？どういう感じがいいですかね。それでまたこれに合わせて。ちょっと斜めぐらいがいいですかね。全員同じ方向っていうかあの一番前の人が左向けて止めて、次の人が右向けて止めて、でまた次の人が左向けて止めるみたいな。あ、ほんならこの僕の隣、左隣を真ん中あの正面向いた状態にしたい。BRZ よりも車幅がでかいから止めんのむずいな。そうやったら大体真ん中いいよ。ああ、それでもいいや。ああ、そうですね、でかい、長い。いて。ああ。思った。僕が真ん中に先に止めるより端止めてから僕がケツ突っ込んだ方が良くないか。あ、いいで、それは全然こっちで止めてくれる。大丈夫かね。はい、ケイさんエンジン切れますっていうのと、なんかケイさんだけめっちゃケツ下がってるような感覚になっちゃってるな。マジですか？こんなもんか。なんか違うんだよな。痛い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 、ずれるずれるずれる。え、待って、だって俺ケンさんの方が若干下がってんのよ。シルビアの方が若干手前にいるの。まあ俺下げるわ。うん、ケンさんこれでエンジンできます。いいですよ。でいいでしょ、でいいでしょ。これぐらい、もうちょいかな。ちょっと待って、これあ、そのまま下がる。あー、でもダメか。ケツがぶつかるのかな。そうそう。あずい。こんなもんぐらいってあるよな。幅はしょうがないね。幅はしょうがない。
車幅の問題があるからしょうがないね、幅は。うん、もうそうやって斜めに突っ込むしかないんだよね。こんなもんか、でも。まあまあ、止めれたらいいや。あの、まっすぐ前から見ると、確かにどっちもずれてんだ。2台とも多分合ってないんだけど、あの、もう端から見れば全然かっこよく見える。オッケーオッケー。待って、めちゃかっこいい、めちゃかっこいい、めちゃかっこいい。この構図はめちゃかっこいい。ちょ、これは撮ろう、これは撮ろう、これは撮ろうっていうのと、っていうのと、スクショしたらデータが消えるっていう悲しい現実があるから。ありがとう。さすが8000ファミリー。でもなんだかんだ言って確か8000ファミリーが一番最初か。8000ファミリーあっての僕がいきなり YouTube 再開して、で再開してしばらくして、なぜか8000ファミリーの副代表だったってことが発覚して、で最後に最近になって現れたのがクレイジーキャットという。現れた。はい。どこかに潜んでいたよ。多分ですよ、僕がまだやり始めて1ヶ月経ったことないから。ああ、そもそもあんまりって感じだったの。そうです、そうです。ああ。立ち上げてどれぐらい経つんですか、チーム自体は。いや、まだ最近ですよ。まだ、数週間。へえ。1ヶ月ぐらい経つんだと思ってたんで。ああ、経ってないです、経ってないです。ああ。割と新鮮なチームなんですね。ですね。ユキビアファクトリーはまだ、未だに、あの、皆さん顔と名前が一致してないというね。あの、もういろんなジャンルでもうそれぞれメンバーが分かれちゃってるから、もう実写チームと、あの、24チームと、その他雑談チームと、ラジコンチームと、もうあっちこっち分かれちゃってるんだね。じゃあ、一台ずつ取ろう。一台ずつさ、違うところなのかな。どうしよう。うん、そうだね。シルビアみたいにああやって離れたところに一台止めて、でそうやって写真撮っていくみたいな感覚にしたらいいかもしれない。でもだいぶ斜めにしていくんだったら、おお、何かぶっ飛ばしてきたな。で、Kさんはその角度で大丈夫ですか？大丈夫ですよ。あ、じゃあ、トムグラさん？なんかめっちゃブツ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 やってるわ。あ、呼んでんのは分かった？なんか、呼んでるっていうのは分かったけど、何を言ってるのか分からなかった。あ、まだトムグラさんとしか呼んでないっていうね。だから僕の方全然2人ともクリアに聞こえてるんで、とりあえずフォード GT はじゃあ代表者はケツ向けるんで、ケツ向いた状態で写真撮ってもらえれば。うわ、シルビアかっこいい。やっぱシルビアかっこいいな。そして生かした BRZ。そして、ド派手なフォード GT。 そしてそのド派手なフォード GT の中にはド天然の代表。ああ、熱い。じゃあ、これとりあえずみんな一緒のとこに住む。はい、了解です。違う向きで。あ、違う向きにするの。いや、一緒の向きで
同じとこに飛ぶよ。待って、ね、ちょっと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 待って、ね、そう、あの動画始まる前にもう3人でもう生意気をつけましょうねって言ったばっかにやらかした。あ、出た。はい、なんかめっちゃ横空いてないですか。なんかあの、バイク2台ぐらい入るぐらいの幅空いてる。あの、小心もなんで、なんか本当にそうで怖いんですよ。あ、じゃあ先に K さん止めて、その後僕ら並べるか。そうやな。うん。待て待て、めっちゃ幅寄せの仕方思いついた。このままバックすれば寄ってく。こんなんでよろしいでしょうか。うん、こんなんでいいけど、俺が大丈夫かったな。ってことはやっぱフォード GT が長いんだな。まあ、だからこれで合わせる感じかな。まあでもいいんじゃないかな、これぐらいで。この前うん、で、あとは写真よろしくです。まあとりあえずここで撮影終わったら今回の動画は終わります。早いなー。早いって言うけど、これでも25分経ってんだよ。めっちゃなんかキッズ感がすごかった今。うん、間違いない今のは。めちゃくちゃなんかあの若返った気でいた。15歳ぐらい若返った気でいた。クレヨンしんちゃんと同い年になった気分でいたよ。次の動画でも、あら5歳とか言ってみようかな。うん、いや多分ね、ネタを通り越して黒歴史になりかねないから。てか大丈夫。はい、あともう一回じっくり全員の車見たら。よいしょ。ちょっと離して。はい、まあ、ちょっとはね、見ていくね。そのままで、大丈夫。はいはい。ちょっと動かそう。あ、車を動かす感じで。はーい、うん。俺とペイさんが半分くっついてる。こんなもんでしょうか。ドローンが入るぐらい。ん？あ、そのもん、そのもん。
か、ここから代表のお仕事だよ。車紹介ですか？そういうことっすよ。はい、わかりました。じゃあ、シルビアだけすっ飛ばしますんで。おい。一番紹介してほしいであろう車をすっ飛ばすって言ってる。はい、じゃあまずね、ここで緑の眩しいホイールをね、こう見せつけている、こうちょっとミリタリー系の感じの BRZ からまずは見ていきましょう。はい、なんか全身緑っぽい感じで仕上げてる車が、なぜかエンブレムだけ青っていうのも当たり前か。うん、スバルだから当たり前だよね。はい、で、この鼻のところにチーム名クレイジーキャット4206が入っております。はい、きれいに収まっております。次ですね。はい、どこ見たらいいんだこの車は。なんか見せたいとこあります？うわ、僕はこんなもん。はい、はい、まあ一応ブレーキにはブレンボが入っております。はい。で、フロントガラスにちゃんともうくっきりワイパーの跡がついております。一回もワイパー作動した記憶がないのにワイパーの跡がついております。はい、これは何ですか？これは何は裏にはっていうのは何ですか？僕の昔の音楽のクルーの。おお、なんか昔の情報が載ってますね、この車には。やっぱチーム名あっちこっち貼れてますね。いい宣伝効果抜群じゃないですか、リーダーか。さすがです。はい、で次赤いの行ってみましょう。この赤いのはもう僕がもうね、もう大好きでやまないね、S150Mなんですけども、はい、なんですけども、ですね、なんでか知らないですけど、この車日本でも走れて外国でも走れるっていう謎の車なんですよ。まあ、それはなんでかっていうと、フロントは中置きで日本ナンバーついてるんですよね。はい、めっちゃじっくりここだけ映しておくんで。やめて。はい、なんでこれ、そういえば8000ファミリーの文字すごい潰れてるんですか？なんか、変な話、フォード GT の8000ファミリーと比べたら、フロントガラスの8000ファミリーの文字がだいぶ潰れてるんですね、これ。どう潰れてる？縦がもうぐちゃって潰れてる感じで、フォード GT のフロントガラスの8000ファミリーと比べてもらったら分かる。曲がってはいないんだけど、なんか縦長なんだよね。代表のフォード GT の方の8000ファミリーはなんか縦長なのに、なんかシルビアの方はなんか横長感があるんだよ。なんかビニョーンって横に引き伸ばした感がある。あー、それとかね。そう、もう代表の語彙力のなさをね、もうそんな暴露しなくていいから、もう自分の個人情報出されたからって。はい、で、このシルビアのもう一個見せなきゃいけないのはこの花なんですが、はい、なんかちょっとでも顎吸ったら一瞬で消えそうなデカールがここに貼ってあるんですよね。クレイジーキャット4206です。はい、ここ見事にバンパーにフィットしてデカールが貼られてます。はい、で次行ってみましょう。なんとここに、はい、YMF 貼ってもらってます。ありがとうございます。おかげさまで全然効果抜群です。リア行ってみましょう。あれ、リアバンパー何も貼ってなかった。で、リアバンパー何も貼ってない。はい、ここから見たらなんかめっちゃリアガラスがラメ入ってるように見える。あー、結構こんな、なんでカーショップグロウ2個も貼ってるんですか？とりあえずっていうぐらい。ああ、でもちゃんとチーム名3つ並んでますね。いいですね。はい、
ステッカーは変えるけどな、またステッカーの並びは変わるそうですね。はい、でこのホイールまた合ってますよね。これ車にバッチリ合ってるんですよ、このホイールが。シルビアの残念なところはこれ以上インチが上がらないところです。はい、でこれ皆さんお気づきかどうかわかんないですけど、代表のシルビアがですね、もともとこのエアロの仕様になってたっていう、なんかすごい似た感じだったんでびっくりしたんですけど、どうやらほぼ丸かぶりだそうです。なんかヘッドライトの横にこうなんか微妙に若干模様が入ってるのがもう代表譲りなのかなっていうのがちょっと見えるんですけど、まあそういうことかな。はい、まだ代表精神が継がれたようで、はい、でやってまいりました。このド派手な、ただただ派手なだけなこの雪ビアゴを来ましたよ。はい、でまあちょっと自慢気にね、こうちょっと顎の横あたりにバイエスって貼ってみたりとか、アドワークスでカルバーって貼って、このね、ニョ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 みたいな感じのやつ貼ってみて、はい、クレイジーキャットさん貼らせてもらってますよ、Kさん。ありがとうございます。はい、まあ、ちょっと貼り方はちょっと独特ではあるんですけど、ちょっと一応貼らせてもらってます。はい、今回ねミーティングに使う車なんでね、せっかくなんでちょっと、はい、貼らせてもらってます。で反対側は僕のチームリビアオートモーターファクトリー貼らせてもらってますと。はい、じゃあ次サイド行ってみましょう。YMF 貼ってますね、窓に貼ってます。オリジンラボとかも色かぶってますもんね。もうこのボディラインに合わせて貼っていくスタイルに入れ替わる。はい、もう代表精神丸出しの、そしてリアは壁にぶつかってて見れない。はい、シルビア側から行こう。はい、代表独走してません、さっきから。車紹介でベラッベラ喋ってる気がするね。ボディのね、右側には YouTube とドリフトワークさんあって、左側にはユキビアファクトリーチャンネル名貼らせてもらってます。というわけで、リアスコイラに YMF で、あとはまあほとんど代表シルビアとほぼデカールの配置は変わらないんですけど、車の形に合わせて貼ってるよっていう感じですね。はい、まあこの辺の配置とかリアウィンドウの配置とかはちょっと若干変わってきたりもしてます。で、フォード GT 好きもしくはフォード GT 信者の方からしたらもうものすごく申し訳ないんですけど、サルフついてます。はい、ですよね、代表者あるあるですよね、トムクラさんね。あるあるだな、ね、何にでもサンルーフつけるんですね。3号にサンルーフついたあたりでもう謎だったもん、ね、何だったあれは、なんでこの車にサンルーフがあるのっていう感じのしかもシルビア自体もこれスペック R がペイバックで入ってるのに対して、スペック R にサンルーフがつくっていう、実はスペック S しかサンルーフないんですよね、シルビアって。それにサンルーフがついちゃってるって。で大体エンジン切るの忘れてたな、これ完全に、ごめんなさい、はい、エンジンもうめんどくさいんでつけっぱなしです。はい、あ、すごいサイドも光るんだ、これサイドマーカー、コーナリングマーカーなんか車幅灯ってやつじゃないですかね。そんな感じかな。そうだね。なんかそんな名前ですね。自動車を勉強してる方がいれば、このバスレっぽいライトを教えてください。このランプは一体なんだって。車幅灯で合ってると思うんですけど、若干ウインカーにも見えなくもないかな、これな。うん、まあというわけで。じゃあ紹介も終わりましたよ。皆さん、しますか。あとは何か雑談します？なんか言い忘れるかとかはないかな。ああ、まあトモクラさんのシルビアが仕様が変わりましたとか、トモクラさんがなんか途中でスピンしましたとか。いや、そういうのはいらんと思うんですよ。最初に言ったかな。まあ今回宣伝動画っていうのはもう最初に言ってますよ。ですよね。まあとりあえずもう一回宣伝しておきますか。はい。ですね。ゆきみやファクトリー8000ファミリーで今回初登場クレイジーキャッ
4206-4206 の、まあ、代表兼リーダーさん、はい、K さんが、今回発生してくれたということで、この3チームの合同ミーティングの方を今度次の動画でね、次のニード4動画でやっていきたいと思います。はい、拍手。誰もしてくれない、もうお願いだから拍手くらいして。もう代表滑っちゃうから。僕来てるんですけど拾わないですね。ありがとうございます。はい、まあね、代表のねちょっと声がでかいのかもしれないですけど、うんとね、もう一回ね、今ね動画撮ってる。はい、お待たせしました。まあ一応動画上では機材トラブルと言っといた方がいいんでしょうか。単純に電話かかってきただけです、ごめんなさい。はい、ということでした。というわけで動画の方はそろそろ終わろうと思ってたところで動画じゃねえや、電話かかってきたんで、もう代表はめっちゃびっくら超えてました。もう無言でただただ音声を見ることしかできないっていう。はい、というわけで動画はつなげます、ちゃんと。はい、どうせ編集多いんで、誰かさんのせいでもうどうせ編集多くなってるんで、本当にこのクソ代表どうなってるかな、本当に。どういうことだ。もう別のチームのリーダーに怒られましたわ、もう。これミーティング成り立たんわ、もう。はい、まあというわけで今回ねこの辺で終わりにしときたいかなと思うんですけど、まあ一応ねそのミーティングの方ももし皆さんねお時間許す限り動画の方を見てくれたらなと思います。はい、まあ近日公開ということで、はい、じゃあお楽しみに。じゃあ今回はこれで終わりにしたいと思います。はい、きょうゆきびやでした。バイバイ。